はい、皆さんハロハロベコです。お久しぶりです。はい、ということでね、今回はエブリィにキャンプ道具をパッキングしていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。はい、ということでね、早速ご紹介していきたいと思います。エブリィの中こんな感じ、もうすっごいごちゃごちゃしいですね。いろいろね、あのキャンプギア、詰め込んでおります。一応自分のスタイルとしてはキャンプ場に行ってテント泊しないんですよね。その理由っていうのが、まあテント泊楽しむのが、まあ、通常キャンプって言われるものだと思うんですけど、そのテントだとかタープだとか張る時間を短縮させて現地に行ってカメラ写真を撮って楽しむスタイルをいつもやっております。はい、だからね、ちょっとね、普通の、キャンプを楽しむ方とパッキングの方法違うと思うんで、そこをねちょっとご紹介させていただきます。はい、じゃあまずこれかな。これは一応シェラフですね。寝袋って言われるやつです。メーカーどこなんだろうな、これ適当にアマゾンで買ったやつなんですけど、ヨカローモンっていうところの、シェラフになりますね。はい、フート型のシェラフです。はい、でこっちのバッグの中にも実はシェラフが入ってまして、シェラフとあと薄い生地の毛布が入っております。はい、でよいしょ、これですね。これが、スノーピークっていうメーカーの、焚き火台ですね。これね、めちゃくちゃね、設営がね楽でかなりね時間短縮できるんですよね。ちなみに、この焚き火台こんな感じ。結構ね簡単に設営、ワンタッチで、設営できるんですよね。これね結構便利です。はい、であとはよいしょ、 IKEA の袋、はい、IKEA の袋の中に、スノーピークの、網だったり、あとはまあ五徳みたいなものが入ってますね。はい、よいしょ。で一番はこれですね。はい、この中に全ての、道具を詰め込んでおります。じゃあこれちょっと開けてみようかな。はい、よいしょ。あ、でもこれ結構重たいからな、片手じゃちょっと下ろせないんで一旦ねここに下ろします。このね RV ボックスが自分のおもちゃ箱です。せーの、オープン。ということで、ぎっしり詰め込んでおります。はい、いろいろね入ってるんですけど、あ、これね最近買ったばっかりの IKEA で買ったんですけど、オリーブドラブカラーっていうんですかね、アウトドアっぽいねカラーで、ちょっと良さそうだなと思って、で生地もなんか意外とね、頑丈そうで良さそうだなと思って購入しました。これはね、今後使って楽しみたいと思います。はい、でよいしょ。キャンプ場行ったら皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、トイレにトイレットペーパーがないところもあるんですよね。だからトイレットペーパーは、まあ、1ロール分だけ、常にストックしてます。はい、でこっち見ていくとコンロとかに使うような、ガス缶が 1,2,3、 はい、でこれだけなんでカバーつけてるかっていうと、このねシングルバーナーですね、外の、シングルバーナー、ちょっと開けてみますか。よいしょっとって感じで、こんな感じの、シングルバーナーなんですけど、こう CB 缶を突っ込んで火を出すんですけど、遮熱板がねこれちっちゃいんですよね結構。だから、遮熱効果あるかわからないんですけど、このカバーごとこうガスッとねいつもやってます。意外とねこのガス管が熱くならないので、これは結構おすすめかな。はい、これなんか結構錆びちゃってますね使い込んでる感じが出ちゃってますね。はい、でこっち行くとこれはゴム手袋ですね。はい、でこれが、ガスポーチっていうんですかね、ガスバナっていうんですかね、ちょっとわかんないんですけど、これもね外のやつで合わせてます。これあると火起こしがめちゃくちゃ楽です。本当なんだろう、火吹き棒とかあとはまあうちわとか、皆さんねそういったものを使って楽しんでらっしゃるかと思うんですけど、自分の場合はこれでもうささっとつけて完結させてます。はい、結構ね手間がね億劫なタイプなんで、こういったね簡単なものを
使って楽しんでます。はい。で、あとこれね、これまあ以前紹介したんですけど、このねシングルバーナーにつなげて、でガス管を離す、ホースですね、うん、これは一応外の、純正パーツじゃなくて社外品なんですけど、例えばそうだな、熱を持つような、料理とかをするときに便利かなっていうところですね。はい、これ結構使ってます。まあ、これ最近カバー買っちゃったから、前よりはこれ出番はないんですけど、うん、あるとね便利です。はい。であとは食器洗うためのスポンジだったり、あとはまあたわしだったり、あとこれは火ばさみですね。うん、さっきのこちらスノーピークのね焚き火台で火を起こすときに使う火ばさみですね。でこれティッシュでしょ。であとこれが蚊取り線香、100均で買った蚊取り線香ですね。はい。でこれこれはもう非常食ですね。はい。例えばシングルバーナーとかでスープを作った時に、スープの中にねこのレトルトのご飯を入れるだけで簡単にねおじやっぽくなるんで、いつもねこのご飯を使ってます。はい。でここよいしょと、クッカー系のものが入ってますね。うん、トングだったり、あとはよいしょ、こういうね果物ナイフ、あとは調理に使う時のナイフですね。はい。このサイズででこういうカバーがついているものっていうのが安いもので結構少ないんですよね。うん、これは100均じゃないんですけど、こっちは100均なんですけど、こういうね100均のものでこういうカバーついているものが本当に少ないんですよね。だからこれ見つけた瞬間おってなりました。うん、なんかこのカバーない状態で何かに包んで持ち運ぶのって危険だと思うんで、うん、このぐらいのねサイズ感のもので準備しておくと結構便利ですね。はい。一応ね2本入れてます。はい。であとトングで、クッカーで、あとこれか、一応これまあチタンのマグですね。うん、スノピのチタンのマグです。はい。蓋つけるとね、ちょっとした即席ラーメンとかね作るのに便利ですね。はい。でレッドブルはこれ必須ですね。はい。うん、っていう感じかな。であとは LED ランタンだったり、うん、あとはまな板ですかね。はい。あ、でこれなんでここのクッカー類だけカゴに入れてるかっていうと、調理するときにこのままガボってね持ち運びできるようにいつもねカゴの中に入れております。ムーンアイズで買ったねカゴですね。はい。で中見てみると、これゴミ袋ですね。うん、ゴミはね必ず全部持ち帰ってるんで、ゴミ袋はね多めに用意してます。はい。でこれが防炎、うん、火が出ないようにするために防炎のマットですね。はい。でタオルに、あとカセットコンロですね。正直ねシングルバーナーがあるんでこれそんなに使う用途ないんですけど、冬とか秋の、キャンプで鍋作るときに便利ですね。火の安定性だったり、あとはね鍋を置くときの安定感がもう全然違うんで、これはね常に常備しております。はい。これなんだ、これなんだ、これあ、これは多分うちの嫁の日焼け止めスプレーですね。はい。でよいしょよいしょ。であとはこれね、うん、これちょっと大きい洗剤なんですけど、もうちょっとちっちゃくてもいいんですけど、このねボトルキャップタイプの、洗剤が自分好きですね。はい。なんでかっていうと、こうやってクッて引っ張ってチューって出すタイプあるじゃないですか。あれをこの RV ボックスとかに入れてたことが前あって、で何かの拍子でこの蓋が上に上がって、で洗剤がねこの RV ボックスの中に洗剤まみれになってしまったんですよね。だからこうしっかり、キャップできるタイプのボトルキャップ式のものを、置いております。こんなにね大きくなくてもいいんですけど、個人的にはそっちのタイプの方がおすすめです。はい。であとここがこれか、これはねエブリィの屋根にこの RV ボックスを乗せたり、あとはね焚き火台、うん、焚き火した後に車内の中に焚き火台を置いたりすると結構ね匂いが出ちゃうんですよね。でエブリィの屋根のキャリアの上に置くときに、
これで、縛っておいてます、はい、これラチェットタイプで便利ですね、はい、っていうところかな、うん、あとはまあキッチンペーパーだったり、あとはこれね車のね整備とかでよく使うようなペーパーウエスですね、はい、で LED ランタンをさっき説明したから、まあ、こんな感じかな、うん、普段ね、こんな感じで、キャンプギアをパッキングしております。で最近ね、うちのチャンネルの視聴者さんに教えてもらったんですけど、こちらはいドンと、はい、これがねめちゃくちゃ便利だよということで、今回ねこれの開封もしていきたいと思います。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画は、オートキャンプ、車中泊キャンプに特化した、パッキングをやっていきました、皆さんそれぞれね、こだわりのキャンプギアあると思いますので、ぜひね下のコメント欄にコメントいただければ幸いです。でね、今回ねこちらの足場台を教えてくださったリスナーさん、ソさん、ありがとうございました。はい、ということで今回の動画がねいいねって思っていただいた方は、ぜひねいいねボタンとチャンネル登録の方お願いいたします。それじゃあ今回はこの辺で、バイバイ。